やば量。これ全部開けんのか。やばいですよ、この量。何ですかこれ。全部私が回したガチャです。まあ、これを開けていくと、ガチャを回している最中、そしてゲットした当たりのカード等の動画はまた別の動画になってます。浜松の鑑定団の動画は別で上がってるんで、そちらをぜひご覧ください。それの C 賞、その C 賞っていうのが未開封パックとレア1枚のオリパなんですよ。 114g とか114かなあるんで、それを開けていこうじゃないかと。で、未開封パックまで開けるともうとんでもない1時間の動画になっちゃうんで、今回は中のレアを救出してまた別の動画で未開封パックを全部開けます。で、今日は救出動画です。救急隊です。レアカード救急隊アンリ。まあ、こういうバージョンごとにまた違えから、これもバラバラであれしていかないとダメだな。まあ、早送りになると思いますけど、アンリ、まあ、いいカードが入ってるとは思えないけど、まあ、香川、もしかしたらとんでもねえカードも入ってる可能性あるでしょ。ない、もしかしたらあるじゃん。6ペン。そういうことも少し期待しつつですね、負けていくと。で、回してる最中に多分 C 賞が足りないんで、今から作ってきますって店員さんに言われるっていうね。あ、ベルピエロ、ちょっといいですね。店員さんに言われました。ちょっと足りないと思うんで、今から作ってきます。あんな1日でバカみたいに2枚も3枚も使う人いないんですよ、きっと。アンリ、2枚目だよ、そのアンリ。これは時間かかるよ、未開封パックまで開けんの。おー、ジェラード、バンジェラード。いいですね。これいいですね。そんなに、これだって200円ガチャの C 賞ですから、バンテリーね、200円ガチャの C 賞ですから、そんなにこれ悪くないんじゃないですか。200円で未開封2枚とレア1枚手に入るってことは、そんなに損してないですよね。しかも当たり枠もちゃんとゲットできるわけですから、追えば。そうでしょ。はい、イブラヒモビッチで、未開封パックはまあ10、11か11、12か15、16か13、14ですね。お、 SPS とかも入ってるのか。まあ、とんでもねえか、まあ、結構ちゃんとしてる、値段とかも割とちゃんとしていて、買い取りとかもちゃんとしていたんで、とんでもないカードが入ってるっていうことはまあ多分ないけど、奇跡のその封入ミスっていうんですか、例えばもうとんでもないのが入っちゃったりする時あるじゃないですか。バイトの新人のお姉ちゃんとかがそういう奇跡をやってくれてると信じて、私は今これを開けているわけです。ガチャはね、やっぱり当たるまでやった方が絶対いいですよ。当たるまでやった方が絶対あの怪我を少なく済む。なんで絶対これすぐもう順番通りにじゃん。この C 賞作った時のこれ、ちょっと3連続、4連続か、買い取ってすぐ4連続買い取ってすぐの状態ですぐ作ったでしょこれ。 C 賞5連続はねえだろまさか。おパウリーニョ5連続はないし、123が来ましたね初めて。でデロッシ4連続はギャグじゃない、それはギャグですよ、それはもう。イニエスタ、メッシ、はい、このメッシも出た時嬉しかったな、嬉しかった記憶があります。ピケ1213の未開封はいいですね。てか未開封からベッケンバウアーとか出てこないかな、そんなアホなことないか。はい、まあ、デロッシ4連続が今のところこの動画のピークの可能性あります。キャニチデロッシ4連続デロッシ4連続、そして多分忘れた頃にまたデロッシ出てきそうな気もする。そんな気しませんか。あ、クリスチャン・ロナウド、これもね使ってたよ昔。こう赤クリとか持ってなくて、チェックメイトも持ってなくてみたいな、こういうの。あ、出たな、この連続演出。この1516のレアは連続で出てくるっていう性質があるな。3連続かイグワイン、あ、どうだイグワイン、3連続今のところゼロ氏の4連続が最高記録なので、ここでイグワインが出れば並びます。イグワイン4連続そういう動画じゃないのよ、そういう動画を撮っているわけじゃないの。5連続あるか、新記録達成なるか、なった、5連続来ましたイグワイン。次6連続ってなると、もう破竹の勢いで今後その記録は抜けないんじゃないかっていう歴史になってきた。何ですかこの C 賞、切っといてください。 C 賞渡すとき1,2,3,4,5,6 連続イグワイン7連続、どんだけこれ売った人持ってたのイグワインを。7枚イグワイン出てながら、7枚来ちゃってながらこっちに。はい、イグワインの記録7枚。次トッティです。1516のレアは連続して出てくるっていう性質があるので、多分、あ、違う、ベルカンプ、そこは裏切ってくんのかい、トッティで来ないんかい。アドリアーノ、はあ、デロッシ、ちょっと待て、デロッシはこれ計5枚目、
ああ、コーチーノ。え？絶対これ同じ人の買い取ったカードをほら取って。オセロだったらここ4枚ひっくり返るよ。同じ人のやつ連続で入れてるじゃん。トッティ2連続、計3枚目。ちょっとおかしいでしょってこれ。これ、どうですかこれ。来てますよ、またセリエ A の流れが。ほら。え？これ考えもんだな。だって C10 回しかガチャやってなくて、C 賞もらって、ね、そのうちのカードがトッティとイグワインしかなかったら怒るでしょ、お客さん。そしてまたゼロ C。忘れた頃にゼロ C。ベルカンプ、これも2枚目。P です。まあまあ、オッケーオッケー。なんか、そのワールドベストイレブンとかさ、そういうのはないのかな、絶対に。内定男子？メドメド。これまだ半分がでしょ、これ。ランパード。まあこういういわゆる低級キラと呼ばれてしまっているカードたちなんですかね。ネスタ。もうネスタは、うん、強いと思いますね、これ。ディフェンス20だし。クリスティアーノ・ロナウド。マケレレ。うん。ギグス。やっぱ1314と1516の未開封パックが一番多いのは、ここ見る限りも全部そのセットでしょ、多分。ロペ。ハメス。おー、まあ、コード好き。まあ、コード使えるかどうかも不安ですけどね、これ。正直。はい。いいですね。コード好き出てくるのは、まあ、嬉しい。LE とかは絶対出てこないんだな、これ。もう意地でも LE は入れたいんだな。まあ、でも、ATLE 枠みたいな感じだったかな。ガチャの当たり枠が。決して当たりではないだろうっていうカードが、当たり枠として崇められていたっていう節もあるので。おい！ディエゴ・コスタが勢い増してるぞ、今。3枚してるぞ。はい、キャリック。イブラヒモビッチ、トリ。お腹減ったな。もう動画を撮る前に食べろって話になるんですけど、もう帰ってきてすぐ動画撮んないと、もう動画撮る気なくなっちゃうんですよ。なくなっちゃうんですね。なので、まあ例えばノーマルの開封動画だと動画の時間は多分 3,4 分でしょ。でもこうなんだかんだどうのこうのとかすると1本撮るのに大体10分がかかるわけです。でガチャ動画だと1本の動画撮るのにまだ30分ぐらいかかるんで、すっかりちゃうんですよ。飯食うと、もう開封動画撮りたくねえってなるでしょ？やっぱ宿題もご飯食べる前にやった方がいいんですよ、絶対。そうですよ、皆さん。なので、お腹減ってるわけです、開封動画を上げてるときは。やっぱとんでもねえものは出ないな、この連続して出てくるのを楽しむ賞だな、C 賞は。どっちかっていうと。あ！あ、驚かしてきた。LE かと思ったよ。はい。今、122回も。ガチャやってんじゃねえっていう話ですからね、そもそも。そもそもが。でもやりたいじゃん。当たり出るまでやりたいじゃん。やっぱり。ね。当たり出るまではやらないと、ね。やっぱ妄想でも欲しいキャラ出るまでは回さないと、やっぱ大人は、あ！え？これ間違えてるな、絶対。これちょっと強いし高いと思いますよ。C 賞に入ってはダメだと思いますよ、これは。1000円ぐらいすんじゃないの？今はちょっと安くなってるかもしれないけど。ね。はい。間違えてやがるな、店員さん。ピケ。これももう2枚目だと思うよ、ピケも。はい、マティップ。ドン！チェフ。もうこのチェフは王道。ガチャとかの外れの王道。絶対出てくる。あ、いいですね。バージョンが変わりましたね。あ、これが2つ目ってすごくない？このバンデルピエロがなかなかそんな大量にお店に余ってるようなカードなのかな。セスク・ファブレガスのヤングスター。すごい。ヤングスターのセスクですよ。あ、これだけ。ベンゼマ。ヤングスターのベンゼマ。時代を感じる。イグワイン。メッシ。はい。マンシーニ。リベリー。バンデルピエロどんだけ余ってんの、お店に。3枚目。デヨング。ニケルメ。まあそうだよな。それはとんでもねえカードが入ってるとは思ってないけどさ。プレガアトミカとかさ。そういう微妙にこうなんか、微妙に言い喜べるようなやつとか入ったりしない？ウサミ。うん、スロートマン。
まあやっぱピークはイグワイン、ピークはイグワインの連続って言おうと思ったらスロートマン連続できたわ。あとはフロッグカードとかもしかしたらまだまだ見逃してるのかもしれない。最後に確認しましょう。トッティ、トッティおかしいよ。またここからトッティじゃないか。カーン、バンカーンですね。ドニクリスティアーノ・ロナウド。あ、カード落ちちゃった。誰ですか、あなた。はい、トニー、ルカ・トーニー、アデバ・ヨール、ナスリ。もう残り少ないよ。お、ちょっとリベリー復帰。あとラスト3、アグエロ。もうヤングスターのアグエロですから。ビエラ、うん、ラストカイト、チェックしましょう。はい、ということで、まあ、今回これね、これがまず付録でしたよね。しかもこれカードバインダーの付録なんで、そんなに出回ってないカードなんですよ。 KP が非常にいいので使いやすいと思う。あとはこの電撃アーケード、スターが語る WCCF とかね、サッカーキング、あとアルカディア、この辺の付録でございます。そしてコード付きがこれ、この辺のコード付きが出てきてくれましたと。で、まあ、今回の三つどもえの戦い、まあ、この3枚になりますね。2、3、4、5、6、0、8、6枚、1、2、3、4、5、6、7、イグワイン7枚、1、2、3、4、5、6、トッティ6枚。今回の優勝、イグワイン。